光がいつまでもあなたを守ってくれますように。今日から俺はあなたの専属騎士となりました、フィッシュ&チップスです。恩師様、どうぞよろしくお願いします。恩師様、今度お出かけになるときはどうぞ俺も連れて行ってくださいね。ご迷惑はおかけしません。荷物持ちとしてご活用ください。早くこちらへ。ここは寒いです。俺のそばにいた方が暖かいですよ。消えろ悪魔め。気持ちいいですね。これ一回だけですか？もう一度してもらえませんか？恩師様、もっと近くに行ってもいいですか？あなたのそばにいると回復が早いです。貴重な休日ですね。神の名のもとに。目を閉じて、どうか見ないでください。恩師様、料理が完成しました。こっちです。ほん、美味しくできましたよ。1、2、3。目を閉じてゆっくりと開けたら恩師様は帰ってくるはずです。いけない、これは隠さなければ。他の者に見つかったらまずい。あ、恩師様、ちょうどいいところに。一緒に隠れましょう。あの潔癖なバイスブルストに気づかれないようにね。恩師様、つまらなそうですね。よかったら一緒に散歩に行きませんか？何か心配事がございますか？僕がいます。お困り事はこのフィッシュ&チップスにお任せを。目の前のあなたに永遠の忠誠を。俺はあなたの騎士としてあなたの栄光を守ります。俺はここに誓います。死ぬまであなたのために戦い続けることを。あの、聞いていただけますか？これは何の音だと思います？俺の心臓の鼓動はあなたのそばにいるとこんなに早くなってしまうのです。あなたといつも過ごす日々は素晴らしいですが、もしこの日々がこの先も続くのであれば、さらに素晴らしいものになりますね。手が冷たいですね。温めて差し上げましょう。いいえ、話しません。せっかく捕まえたのに逃がしたりしませんよ。あなたは俺のものです。騎士の戒律その1、弱い者いじめをしてはいけない。騎士の戒律その2、見殺しにしてはいけない。騎士の戒律その3。寝てませんよ。見てください、言った通りになったでしょ。恩師様、俺を信じてください。こんなことは二度とありませんから。これを俺に？本当に嬉しいです。俺は興奮しています。今すぐあなたに頬ずりしたいくらいです。なんてね。